ホリエモンチャンネル。ミラーライヤーという、俳優の、まあ、育成サービスなんですけども、発掘育成ですね。あ、来ました。もともと僕がもう堀江さんのさっきのお話とちょっと似てるんですけど、まあ、東京以外で映画を撮ろうということで、全国の地域をですね活性しながら、まあ、実行委員会を作りながら映画を企画制作しています。でそういう動きの中でもう本当に全国にはいろんな才能とか俳優目指したい人がいっぱいいるんですけども、目指し方が分からなかったり、本当何を学んだらいいかも分からないということで、まさにこうインターネットでワークショップとかオーディションとか、まあ、短編映画見れたりいろんな情報を渡せるサービスをこう作れたらいいなということで、まあ、知り合いの人から教えても知識をもらいながら山田さんたちに、まあ、説明をして賛同していただいてできたサービスです。この間は山田と僕でワークショップをやってきました。演技の、何人ぐらい集まったんですか？その時は動画審査をまず経た勝ち残った、5名でしたっけ？5名です、ね、5名へをワークショップという形で、なかなか監督がワークショップしたりプロデューサーがワークショップしたりってあるんですけど、今実際に実践的に、まあ、第一線でやってる人間がこういうことをやっていますよっていうことをするってあんまりないかなという。いやでもなんかその僕映画見てて思うんですけど、どうやったら映画出れるのかなみたいな、出れる人と出れない人の差って何なんだろうなっていつも思うんですけど、はい、どうなんですか、出れる人と出れない人の差って。ちょっと本当当たり前なんですけど、なんかやっぱなんでしょうね、まあもちろんイメージキャラクターに合ってる合ってないとかっていうところもあるんですけど、やっぱりこう本当にお芝居ができないと映画には出れないっていう単純な問題、ね、でも お芝居できてる人でも、例えば分かんないですけど、これ小劇場の舞台とかに出てる子とかって、はい、お芝居はできるじゃないですか、はい、はまあかなりできる人もいるじゃないですか、はい、もう必ずその小劇場系の舞台だったら、うん、レギュラーというかレギュラーのポジションで、はい、この人入れとくと安心だよねみたいな人っているじゃないですか、うん、ベテランの役者さんで、はい、でも彼らって映画って出れないじゃないですか、はい、なんでなんですか？これはですね、もう単純にルートがないんですよね。そういうことなんですか？そういうことなんですよ。なんで情報をつかめなかったりとか、まあ、オーディション、まあ、サイトとかそういうのがあるんですけども、なんかそういう情報をつかもうとしなかったりとか、なんかもう本当に閉鎖された世界だと思っていて、じゃあオーディションの内容がなんか中身とかも全然何が行われてるのかも全然わかんないじゃないですか。今の堀江さんの意見がまさにみんなが感じてることなんですけども、それを解決するみたいな感じなんですね。そうですね、もう本当にオープンにしていこうと。MC やってる寺田さんってそういう人なんですよ、割と。あ、美人でいらっしゃいますもんね。映画出たいな、出たいな、はい、出れないなみたいなぜひミラーライヤーを、あ、すぐに、はい、すぐにやらせていただきます。プロダクションには所属されてるんですか？いや、もともとしてたんですけれども、6年前にちょっととある事情で辞めまして、そこからはずっとフリーで。戦力外通告を受けた。こら、まあ、そう、なんかちょっとかっこいい言い方ですけど、そこからずっとフリーでやっておりまして、なのでちょっと映像にはあまりご縁がなく、ずっと舞台とかで、はい、やってます。なんで最近だと、まあスーツカンパニーさんとかと企業とコラボした短編映画とか、はい、まさにさっきのお話の山田さんと一緒にプロデュースをして、阿部さん主演の映画もこちらでオーディションをして、本当に4名キャスティングされたりとか。割とこうオープンなんですか？本当にオープンですね、はい、もうネットで出しちゃうので。オーディション、作品のオーディション情報としてはものすごくオープンな、ね、そうですね、形としては本当に。あとオーディションの総評とかもここの記事で出したりとかして、どういう、なんで落ちたかとか、何がダメだったかっていうことも。そうそう、僕今横で今日のそのキャンパー映画祭のその公表、みんなすごい真剣に、まあ、僕パッパッパって選んでたんですけど、お二人は結構隣で僕見てたんで、うわすげえちゃんと見てると思って、
なんかそういう過程とかもすごいなんか不透明じゃないですか今の現状って。そのだからその辺もうちょっと透明になると目指しやすいのかなと思ったのと、まあおもろいやつ出てくるのかなみたいな。そうですね。いやこの間もあの僕アベマ TV で声だけあのハッシュタグ声だけ天使っていうのが始まったんですね。でアベマ TV オリジナルドラマ第一弾みたいなやつなんですけど、その全部全編ほぼオーディションで選んでるんですよ全部のキャストで。結構いいんですよ。見たあんまり聞いたこともないような役者さんが出てるんですけど、本当最近伸びてきたみたいな人が出てるんですけど、まあちゃんと面白いし成立してんなって思って、あのこれこういうのもっと増えてくればいいのになって思いましたね。オーディションってやっぱりその役のために選ぶためにオーディションするので、やっぱり本当に、まあ、映画に合ったキャスティングが本当にできるので、やっぱり僕らは、まあ、今後もオーディションでどんどんキャスティングはしていくべきだと思っていて、で、まあまあ、審査員で、まあ、山田さんとかいるともちろん演者さんも緊張はするんですけども、そういうところ もうオープンで、もうみんな本当になんか審査員もちゃんと僕らがちゃんと全部見てしっかり総評をして。そうなんですか。お二人売れてる役者じゃないですか。その新人ですげえのがバンバン出てくるのに対してのこう分かんないですけど恐怖心じゃないけど、そういうのないんですか。超嬉しいです。超嬉しい。あのこれそもそも作ったのも俳優が少なすぎると思ってて、まあ数百人で日本の芸能界映画とかドラマとか回ってるんで、まあそもそも僕がこんなに忙しいのもちょっとおかしいと思うんですよ。なるほどね、はい。いや だって俺もそう思うもん。なんかいろんな映画に出てるじゃないですか。いや もっともっとどん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 こう魅力的な人がどんどん生まれていいと思いますし、あの今 やってる方活躍してる方たちもみんなどん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 スキルアップを目指すべきだと思ってて、まあまあ絶対数を増やしたいと思ってて俳優の、それでまあ始めたんで、あの増えてほしいですもっともっと。なんかほら今の芸能界の現状ってどちらかというとそのプロダクションが囲い込んで、その囲い込んだ役者たちの希少価値を上げて、あの参入障壁をどんどん高くしてみたいな感じっすよね。でこれの僕良くないところは、これ別に俳優とかの業界に限らずだと思うんですけど、そのガラントバザールっていうその論文があるんですけど、なんでインターネットがこんな短期間に20年間ぐらいでわしゃっともうほとんどの人たちが使うようになったかっていうのは、ガランっていうのはあの仏像とかが置いてあるこう閉鎖された空間ですよね。でバザールってのは市場なんで、バザールの方が圧倒的に強いんですよ。それはもううぞうむぞうが入り込んで常に競争にさらされてるん でしかもオープンじゃないですか。ノウハウとかもオープンにしてるから、そのまあパクリパクられみたいなのがありながら、そこにちょっとずつ改良を加えていって、あのできてきたみたいなのがあるんで、僕も多分日本の役者 そのレベル底上げというか、あの全体的なレベルアップはもっとオープンなんだろうなと僕も思いますね、はい。その中で淘汰されたらまあそれまでかなという、もう淘汰されない自信があると、まあそこでまた危機感をいい意味で自分の中で持って、でまあ、どっちみち努力しないのはしなきゃいけないのはしなきゃいけないんで、まあ、そのガソリンになるかなって。そう、僕なんかもうインターネットの世界でずっとやってるんで、常にそこですぐ堀江はオワコンだって言われちゃうんで、いや本当言われるんですよ。僕はあの捕まって、でなんかこうネットからちょっと離れてたらツイッターとかが出てきて、僕ツイッター2年ぐらい触ってなかったんですよ。そしたら俺はツイッターもやってねえのかオワコンだなって書かれて、ブログにちょっとカチンときて、瞬間で始めて瞬間で100万人のフォロワー抱えて、お前ら俺もまだできるよみたいな本気出したらこんなもんじゃんみたいな話があったんですけど、まあそんな感じですかね、はい、はい。ということでちょっともうちょっと話を聞きたいところなんですけれども、トークショーの終わりのお時間が来てしまいましたので、ここでトークショーを終了とさせていただきたいと思います。はい、4名の素敵なお話ありがとうございました。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 本日はここまで。六本木中の会場を20カ所以上利用し、ワインやグルメ、音楽、映画、30種以上のさまざまなコンテンツが目白押しのホリエモン万博。その中でも人気の豪華ゲストを招いた怒涛の講演会の模様を少しだけお届けします。
2018年も全国各地でホリエモン祭りを開催予定。ホリエモン万博に来れなかった人もお近くのホリエモン祭りにぜひご参加ください。さて次回はどんなお話が聞けるのでしょうか。お楽しみに。メルマガ登録はこちら、チャンネル登録もよろしくね。内容ウェブに届いた記事は